ワンバウンドでキャッチャー鶴岡のところに届きました。場内拍手に包まれたところです。それではファイターズ改めてオーダーご紹介しましょう。守るファイターズ守備陣はピッチャー只野、キャッチャーが鶴岡、ファースト高橋真司、セカンド田中健介、サードが高口、ショート金子誠、レフト小屋のセンター森本、ライトが糸井、今日は DH ボックスです。先攻の西武、1番セカンド片岡、2番ライト佐藤、3番センター栗山、4番ファーストブラゼル、5番レフト後藤、6番サード中村、7番 DH に吉井、吉井と、そして8番キャッチャー堀川、ラストバッターがちょっと強めというオーダーになっています。今日はライオンズ、岡田さんがスタメンから外れましたね。はい、そこでまあ普段は2番を打っている栗山が3番、はい、この辺がちょっといじってきましたね。そうですね。2番佐藤、3番栗山というオーダーは今シーズン初めてになります。佐藤、栗山ともに今シーズン初めてのこの打順ということになります。さあ、マウンド上には只野が登りました。今シーズンここまで14試合で6勝5敗、防御率が 4.16 という成績。ライオンズ戦は今日の試合が3試合目の登板になります。前回がそのライオンズ戦8月10日でした。5イニングを投げてヒット9本7失点という内容、まあ、特にあの中村に打たれた満塁ホームランが、ね、痛かったですけども ねやはりあの今回の登板も、忘れられない一発になってますのでね、はい、中村の前にランナーをためないようにというです、ね、ことになるでしょうね。まずは先頭バッター、右バッターボックスに片岡を迎えるマウンド上の只野、足が出ない起用を投げました。バッターボックス、今日